画面の前の皆さん、こちらこてつなわです。ということで、今回はね、FG42 の改良型ですね、エピックを使って、解説実況を取っていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、この武器なんですけど、補給将校の、ギアで交換が可能です。で、まあ、これが入ってる他のコレクションのレアリティが低いんで、まあ、比較的誰でも簡単に入手できるエピック武器になっております。はい。でフラッグタワーですね、今回のマップ。橋と両サイドが稼ぎやすいです。はい。まあ、フリーフォールではよくあるマップ構成なんですけど、なんだろうな。こう丸で囲ってあるこうサイド4点四角形のこのサイドがまあ一番キルは稼ぎやすいかなって感じですね。まあ左下ちょっと微妙なんですけど、で両サイドの四角の部分で敵がよく湧いてくるんで、あそこの敵とあと真ん中のサイドのところから流れてくる敵をね、まあ狩り続けるっていうのが一番キルは稼ぎやすいマップなのかなというふうに思います。はい。その代わり真ん中は結構浮きやすいんで、まあ一回避難したり逃げる時には、おすすめかな。キルストリーク使ったりする時はおすすめかなというふうに思います。はい。油断するな、武器を取れ。でまあ開幕はこの通り後ろのリスポーン見に行きますね。でまあこっちから来なかったんですけど、おそらくあの赤丸のねこの壁の向こう側におそらく敵はいたと思うんですけど、まああんま深追いしてもね、いいことはないんで、地雷とか置かれててもうめんどくさいんで、まあここはちょっと引いちゃいましょう。で割とここを通って真ん中に行くラインって比較的こう今みたいな感じで結構見渡せるんで、ここの真ん中はね、まあ、チームレスマッチの解説でもしたと思うんですけど、なんでいい感じに敵が切れてきましたね。で一発 SR で後ろから撃たれて、まあ、もう一回顔出しちゃったんですけど、今作の SR って、まあ、一度基本的に見られたり撃たれたらもう別の場所から、顔出すようにしましょう。はい。まあ、IW とかと違ってね、こうジャンプで高いところから、顔を出すみたいなことはできずに、平面の戦いなんで、基本的にもう一回捕捉されたら別の場所から顔を出すようにした方がいいですね。でここですね、まあ、サイドで湧いたときというのはすぐに、接敵を意識しましょう。本当にこれぐらい近い距離というか、接敵時間が早いので、まあ、サイドで湧いたときはとにかくすぐに、接敵を意識して立ち回るようにしましょう。まあ、ここもそうですよね。まあ、今の感じで後ろからすぐやられちゃうんで、まあ、でさらにここから湧くんですよね。本当にこう接敵が近いんで、ここもそうですよね。さっき自分を倒した敵を倒して、奥の敵ですよね。うん、先ほどね、自分を倒した、敵の真横に湧きつつ、かつ向こうのサイドにもね、こんな感じですぐ敵が顔を出しました。なんで、やっぱりこのサイドに湧いた時っていうのはすごく、接敵を意識して、まあ、集中する必要があるかなというふうに思いますね。まあその分こんな感じで、倒すことができれば連キルもつながりやすい場所になってますね。これは多分先ほど自分を倒した敵ですね。ここにいる以上は結構後ろを常に気をつけた方がいいですね。今正面見てるんですけど、この左側、今チラッと見たんですけど、まあ、こんな感じでここにいる状態でもあそこに湧くんで、まあ、サイドにいる時っていうのはとにかく集中して、脇のポイントっていうのはちゃんと見るようにしましょう。上空に敵の偵察機。で、まあ、ここはね、ちょっと追っかけてみましょうって感じですね。にしてもこの武器あれですよね。比較的本当誰でも簡単に手に入るんですよ。ギアがそんなに必要ないんで。ですけど、まあ、割とかっこいいし、まあ、使いやすい FG42 っていう武器なんで、まあ、初心者さんには結構おすすめかなというふうに思いますね。はい。いいっすね。無事倒せましたね。で、こちらから顔を出すんですけど、あそこっすよね。頭出しに対してこっちが全身を晒す形になってましたね。はい。こういうポジションは、まあ、一度学んだらもう使わないようにしましょう。まあ、ああいうのは本当、なんだろう、勝つ望みがほとんどないので、はっきり言って。相変わらず接敵は早いですね、ここ。で、ここですね。相手からはね、こちらの足が見えるポジションなんですけど、向こうからはね、頭出し有利のポジションになってるんで、ちょっとここから覗くのは危険かなとは思いますね。まあ、今回敵がこうやって歩いてきてくれたんで、ラッキーでしたね。足音が右からしますね。おそらく、金具を踏んだ音がしたんで、まあ、この中の足音でしたね。やっぱ足音も距離感つかめるようになるとだいぶでかいですよね。でまあここですよね。先ほども言ったんですけど、同じようにね、サイドでキルを稼ぐプレイヤーっていうのは必ず注意するようにしましょう。はい。まあ大抵こうフリーフォール上手い人って考えるのが同じなんで、ここだったらキルできるなみたいなポジション、キル多く稼げるなみたいなポジションはみんな把握してることが多いんで、まあああいうプレイヤーにもねちゃんと気をつけるようにしましょう。まあ、飛び出してくれてラッキーでしたね。でここっすね。まあ、一回撃たれて、で、仕留め損ねた敵に対して飛び出していったんですけど、まあ、こんな感じでやっぱしゃがんで待たれちゃうとどうしても勝てないですね。はい。なんで、まあ、逆に撃たれた側っていうのは、まあ、そのまま逃げちゃうっていうのもね、地上戦ではありかもしれないですね。まあ、ほんと空中戦の作品だったら、今みたいに、こう、一回なんだろう、
相手が仕留め損ねてこちらが逃げ切ることができたら、ジャンプだったり高さをつけてね、こう飛び出すことができたんですけど、まあ今作はやっぱりこう先ほどの SR のシーンもそうなんですけど、どうしても平面での戦いになっちゃうんで、やっぱりこうただでさえ撃たれて、こちらが瀕死になってる状態に対して飛び出していくっていうのは結構もうなんだろうな、相手がしゃがんでる場合はほぼほぼ勝ち目ないかなというふうに思いますね。はい。であとやっぱこのサイドのポジション稼ぎやすい、理由の一つとしてはこんな感じでなんだろう、隠れる場所が多いっていうのもまあでかいですよね。比較的こうかす、隠れやすいんですよね、まあ、ここもそうですよね。今しゃがんだことによって、右側からね、右の端から湧いてきた敵に視認されなかったんですよね。まあ、こんな感じで結構隠れやすいかつ、まあ、接敵もしやすいっていう意味でやっぱりこのね、先ほども言ったマップの4点非常にキル稼ぎやすいかなというふうに思います。と言ってる間に、やっぱキルストリークも溜まりましたね。まあ、ここは接敵しやすいんでミサイルは使わずに、偵察機だけ使いましたね。キルストリークもねもちろん使う場所は選びましょう。やっぱフリーフォールはね安全な場所でキルストリークを使ってるのが大切ですね。でここですね、奥に敵見えるんですけども、一度得意な距離まで放置しましょう。はい。 FG42 そんなにこう中遠距離得意じゃないんでここは放置でいいですね。ただいることは覚えておいて、まあ、後ろを警戒して後ろの敵を倒してからもう一度見に行く。そろそろ戻ってきてるかなというふうに顔を出すと、来てくれましたね敵から近くに。うん、まあ別の敵にはなってたんですけど、やっぱりねこう敵が近づいてくるのを待つっていうのも、それでね、まあ、自分の、武器の得意な距離感 SMG だったら近距離に、持ち込むっていうのもね、まあ、フリーフォールでは特に大切かなというふうに思います。はい。やっぱこういう間合いの取り方の勉強にもなりますよねフリーフォールは。でまあ真ん中の敵を倒して、まあ、ここでキルストリークを使っていく感じですね。まあここは結構安全かなというふうに思います。これだけ長い、ミサイルのストリークを使っても、まあ、倒されてませんよね。フリーフォールではああいうやっぱ隙のでかい、スコアストリークで倒されやすいんですけど、こういう安全な場所っていうのをね、ちゃんと覚えておくと無難に使うことができるかなというふうに思いますね。まあ、恒例の火炎放射器持ってきてるんですけど、この試合はねおそらく使わないかな。やっぱここ接敵しやすいですね。でこの2人目なんですけど、 FG 自体っていうのは素直な縦ブレなんですけども、アイアンサイトがねこんな感じで5円玉の形になってて結構見にくくなっちゃうんですよね縦にブレると。なんでやっぱり、ドットサイトというかリフレックスサイトを持ってくるのも、まあ、ありかなというふうに思いますね。この5円玉サイト個人的に好きじゃないんですよね。こう囲われてる感じになっちゃうんで、こうなんだろう、どっちにブレても敵がね横に移動してたりすると結構隠れやすいというか見えなくなっちゃうんですよ。なんであんまりこの5円玉サイトの時はやっぱり、サイトをつけてくるっていうのもいいかなというふうに思います。でまあラスキル火炎放射狙ったんですけど、あっけなくこう近くから湧いた敵にやられちゃいましたね。であそこの端から湧いてる敵いないかなと思ったらチラッと見えたんで、ここはもう決め打ちで、うん、左下の敵が撃ってくれたおかげで奪うことができましたね。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。比較的こうキルできる場所を覚えておけばテンポの速いマップになるかなとは思います。はい。まあ FG42 っていうね今作のまあ比較的強い AR でなおかつこのエピック結構初心者の皆さんでも、手に入りやすいというかガチャじゃなくても手に入るんで、皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。ということでね、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価ボタンコメントの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。こてつなーでした。おつまん。おー今日はちょっと適当に YouTube でも見た後動画だとすっか。あ、なんだこれ。